家の電気を消して、おお、家の電気をつけて、お、はい、こんにちは、イチローです。今回はアリア、特別なアリアですよ、これ、はい、今からじっくり見ていきましょう。ここはね、すごい場所、めちゃめちゃおしゃれな場所に飾ってあります。ではまずは、ミスターアリアリミテッドのデザインについてご紹介したいと思います。こちらなんですけれども、日産アリアリミテッド予約注文限定モデルで、最速でこのアリアを手に入れていただけるようなモデルとなっています。こちらがですね、グレードといたしましては V6 のニックのものですね。小さいバッテリーの方のニックのモデルのものです。2種類バッテリーがございまして、バッテリーの容量ですね、このバッテリーの容量が大きければ大きいほど長く走ることができる、たくさん電気を貯めることができるものでございますね。そしてですね、このボディカラーなんですけれども、バーガンディとルーフがミッドナイトブラックという、今回のアリアリミテッド専用のカラーです。ちょっとここキラ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 ってそうなんですしてますね。はい、そうなんです。奥にあるですね、シェルブロンドとミッドナイトブラックのツートンカラーも今回のアリアリミテッドの専用カラーです。なので今回はこのアリアリミテッドという予約注文限定モデルなんですけれども、今後この後に発売される通常生産バージョンでは、おそらくこの2つのボディカラーはラインナップされませんので。なるほど、はい、リミテッドの購入予約っていうのはいつまでやるんですか？今のところ期限は決まっておりませんでして、台数でしたり日付などでは今は決まっておりません。終了間近になりましたら、またこちらの日産の方からですね、ご案内が来るかと思います。このフロントデザインなんですけれども、やはり目につくのがですね、この光るエンブレムですね。このアリアという車は日産のブランドロゴが昨年の7月に変わって、初めてこのロゴが使われた車なんです。光るのも初めてですか？そうですね、日産自動車としても初めてです。でこれは電動化を表していますね。あ、はい、あとはこの部分、あ、これグリルが、ガソリンエンジン車だとエンジンを冷やすために穴が開いていますよね。ですが電気自動車というのは、そのエンジンのように冷やさなくてもいいんですね。なのでここをこういったパネル状のようなものにして、私どもはシールドと呼んでいるんですけれども、することによってデザイン性も良いですし、この中にコンピューター系でしたりそういったものを入れても守ることができるという役割も果たしています。でこの模様がですね、日本の伝統工芸品である組子というパターンをあしらっています。すごいおしゃれだよ、うん、はい、では今度ヘッドランプもちょっとつけてみますね、はいはい、このアリアの目の中にはですね、4つの四角い LED が入っています。ではヘッドライトを、おお、あ、なんか3灯光りますね。4つのうちの3灯が光ります、はい、で次にハイビームにすると4灯目が光ります。おー、こっちだ、明るい、内側の1個がハイビームです、ね、はい、グランプもございます。グランプも LED、うん、はい、最後のこちらにはですね、充電口がございます。充電器前、はい、前にあります。運転席側には普通充電口、うん、主にお家などで充電をしていただく充電口ですね。どうなってる、こちらをですね、ピッと押して、こちらの助手席側にも同じような蓋があるんですけれども、こちらは急速充電、充電、急速充電、はい、主に出先でしていただくような、最近サービスエリアでしたり、いろんな駐車場などにもこう電気のマークがあると思うんです。そこで充電をしていただくのが急速充電器ですね。ちょっとこっちが、はい、ぜひ茶でもね、使うようなやつ、はい、うんうんね、アリアリミテッドの専用カラーです。少し色がついているのをご覧いただけますか？はいはい、うん、これはアルミホイール、ここだけキャップ、そうですね、カバーだね、これだけで、これがホイール、はい、
面白い、うん、D9 大きいバッテリーの4駆のモデルになると実はホイールも変わりまして、もっとですねちょっと落ち着いたようなデザイン、そして20インチになります。あ、これは標準のタイヤでこれですか？さようでございます。アレンザ、アレンザだ。ブリヂストンアレンザ、はい、タイヤサイズがこれですね、19インチですね。235の55の19インチになります。このなんか特徴的ですね、この色は。そうなんです。こちら実はあの日本刀をイメージしてる。そうなんです。やばいみたいな。長いな。そうなんです。シャークアンテナが2本も、はい、そうなんです。これはですねアリアの運転支援技術に関係しておりまして、ね、このプロパイロット 2.0 がですね機能性上地図データを常に衛星から受け取りながら走るものですので、それ専用のこの衛星専用のアンテナです。でその一個奥はですね GPS でしたりラジオなどの一般的なこうアンテナの使い方をするようなアンテナです。じゃあ次リア、これ繋がっとるね。そうなんです。リアルだな。私がこのアリアのリアランプを見ていいと思ったのがライトを消した時赤色がほとんど残らない。あ、そうなんですか。ここがまさか赤く光るとは思わないというような形なので、ちょっと消してみます、はい。あ、本当だ。本当だ。じゃあ今度はつけてみます。はい。お、実はこの部分に特殊なあの素材を使っておりまして、赤色という特定の色を透過させやすいようにする。ああ、なるほどね。はい、素材なんです。赤を通しやすい素材。そうなんです。リアフォグはですね、ここら辺に。あ、この辺に。はい。うわ。すごい、こんな感じで光るの。これも全然分かんなかった場所が。はい、そうなんです。ウインカーはどんな風に光るんですか？流れるようなシーケンシャルウインカーを使っていますね。フロントはどうなんだろう。フロントも本当だ。はい、大きいバッテリーの方で航続距離は何キロぐらい？はい、航続距離がですね大きいバッテリーの肉のモデルが 610km です。大きいバッテリーの四駆ですと航続距離は 580km。 580km、はい、小さいバッテリーですと肉が 450km、うん、四駆が 430km。 じゃあ次はインテリア、はい、はい、やっぱり目につくのがこうドアトリムのところのこのライトでしたり、足元のところにも同じようなライトがあります。これはアンドンライトと呼んでいます。あとはフロアカーペットもできる。フロアカーペットのこの丸いの、はい、実はこちらもあるデザインをパターンとして使っているんですが、これは枯山水などの石庭調のフロアカーペットです。あとは内装もブルーグレーという色でして、グレーではあるんですけど少しブルーが入っているような青みがかってますね。あとはこのボタン類がすごく印象的ですよね。もうボタンがないのに。そうなんです。アリア自身ですねたくさんの技術でしたりいろんな機能を持っているんですけれども、それをバーンと引き出さないようなデザイン。このシートもなんかすごく、あやちゃんちょっと乗ってみて、はい、すごいしっかりしてるけど運動性あるけど柔らかくなんだろう。そうですね、もう高級感がめちゃめちゃある座り心地いいですね。はい、ありがとうございます。エアコンはこちらでも。あ、画面でもできますね、はい。ベンチレーションは前の席にベンチレーションがついています。で、後ろの席も操作ができます。シートヒーターつけましたね。本当だ。はい。ここはどうなる？あ、カタ開けてみてください。あ、ここをこうやって開けて。ワイヤレス充電です。ここにも組子がついています。うん、このセンターコンソールが実は動きまして、運転席の本当だ、はい、本当やからとこちら側に向いてるやつでしょ。あー、すごいすごい、はい、あ、めっちゃ下がるやん。はい、こうすると元々広かった足元がより広くなります。で、これは電性シフトになったからというのもありますね。普通のシフトレバーですと床まで突き抜ける必要があったりするので動かせない。そうなんです、動かせないんですが、シフトも電気になりました。これがまた、USB、タイプ C が。おお、本当だ。で、ここにはこれが、はい、ございます。あとはここもご覧になりましたか。ここがですね開くんですけれども、奥に HDMI の端子があります。おお、本当だ。しかもちゃんとライトもあって分かりやすい。はい、こっちは普通に、はい、ですね。で、
ちゃんとライトもある。すごい、はい、さすが。これサンルーフはこれはどういう風に開くんですか？はい、サンルーフのスイッチがこちらにございまして、こちらがカバーのスイッチ、こちら側がガラスのスイッチです。では最初にガラスをちょっと開けてみます。ガラスは下だ、下に行く、はい、いいな。ここまでです。物が落ちてきてしまったり、万が一開けたままちょっと出ていってしまった時に危ないので、ここまでになっています。では閉めて、一度操作をするとそのまま閉まってくる、うん、ではカバーを閉めてみます。これをタッチ、タッチでつき、あ、タッチでですね、こんな感じです。ふわんと消える、ふわんとつきますし、ふわんと消えます。あ、はい、すごい。後ろの席も同じような、はい、あ、ですね、あ、本当だ、すごい、めちゃめちゃ広い。ここがまず乗り込みがすごく広いですね。後ろの質感も面白い、あの樹脂っぽいんですけど、その上にちゃんと布が貼ってある。リクライニング機能ももう一段階ありまして、うん、肩についているレバーを、はい、あ、本当だ、こんだけ差がありますね。結構座ってみると結構違いが、うん、だいぶ楽ですね、これは。はい、あ、しかもここが結構こうへこんでてフィット感があるから、よりリクライニングすると体にフィット感が増す。ここにちゃんと、はい、シートヒーターもありますし、シートヒーターもあって USB の端子も A と C が1つずつあります。これ試乗車来たら楽しみだな。いやー、これいいですね。そうか、これをまた前にやればここやってみます。こちらも走行中は動かないようになっているので、走行中は動かないんだ、はい、お、これだと3人余裕で乗れるようになるんだ。頭もだいぶ広いです。頭もな、だいぶ、うん、2個以上、うん、お、あ、下に行かないタイプだ、いいですね、はい、バックドアはですね、こちらについているボタンともデザインに影響がないように下に隠れています。このボタンと足のキック動作で開け閉めができます。足のキック動作は鍵を持っている人ができます。あ、なるほど、はい、失礼ございます。あ、やっぱ広いな、はい。でこちらはですね、下にもボックスがございます。あ、本当だ。これがですね、ご注意いただきたいのが肉のみのアンダーボックスです。あ、4駆だと違うんですね。そうか、はい、そうなんです。4駆になりますとモーターがもう一つリアにも来ますので、うん、その影響でこの空間のみになります。このカバーを外すとよりまた広くなりますね、はい、外してみましょう。簡単、簡単です。こちらのカバーもですね、この先ほどのアンダーボックスに入れていただければ。おお、なるほど、アンダーボックス入るの。こちらがぴったりです。わあ、シンデレラフィット、はい、あらま、すごい。で、これは、はい、鍵と普通にボタンが、はい、これを使うと閉まった後に全てのドアがロックします。こちらは単純にシンプルに閉まる。ちょっとフロントのボンネット、もうボンネットの中はなんか電気自動車なのにエンジンみたいに。そうなんです。モータールームの方にあのエアコンのユニットとかも全て入れてますので、あのその分室内は広いんですけど、あ、まあ、こちらには結構モーターとインバーターとエアコンのユニットが入ってるのが特徴的なんです。このクラスの SUV でエンジンを積むとなると、おそらくこの幅では収まりきれないことがほとんどですよね。電気自動車だからこそできているこの空間です。エアコンの機械をモータールームに持ってきているからなんです。モータールーム、なるほど、モータールームでございます。エンジンルームじゃなくてね、はい、でこれはバッテリーを冷やす冷やさないのをアリアが感知して、あ、勝手に開閉してくれるそうです。シャッターが開閉する、はい、ちょっと私はまだ見れてないんですけど、すごい。次はね、コネクティッド技術、はい、こちらのアリアのコネクテッド機能を充実させておりまして、こちらの車の方にスマートフォンと同じように SIM を搭載しています、うん、なので、まあ、インターネットとつながる状態になっております。で今こちらですね、アレクサのエコーショーになります。で今この場はですね、あのリビングだと思っていただきたいと思います。こちらの機器自体は Amazon のアレクサなので別ものにはなるんですけども、あのお購入いただければあの普通にできる状態になります。なるほど、スマートフォンでも答えを、うん、アリアを開いて、アリアにようこそ。
バッテリー残量の確認、こちらで今エアコンや充電の開始ができます。車と同じ状態、例えばバッテリー残量を確認してエアコンを25度で開始してと言ってみてください。エアコンをつけて、エアコンを25度で開始します。でこちらの iPad も同じ状態なんですけども、ま、先ほどのエアコンのところはこちらのボタンでつけることも可能です。 iPhone の、まあ、例えばですね、普通にカレンダーに、ま、今日岡山城へ行きたいなという予定を立ててたとします。で、ま、それをですね、連携機能があるので、この岡山城へ旅行というのをタップするだけで現在地から目的地まで取り込んでくるので、簡単にルート探索が可能となっております。あのこちらの車今450キロ航続可能距離があるんですけど、450キロ以上あるので途中で充電が必要になってくるんですね、はい、でそういった時でも途中の最適な充電スポットをクラウド上で計算をして提案をしてくれる、充電する場所で、これの充電もこう、そうですね、シミュレーションが出る、はい、で先ほどこちらの iPad で設定したルートが今車に送られている状態になります。であとはもうここへ行くっていうのを押してですね、あとは設定するだけで、名古屋高速2号東山線を通るルートでご案内します。車の中でいろんな設定をしなくても、まあ、これだけですぐに出発可能な状態になります。で、まあもう出発できる状態になりましたと。ただちょっと途中でコーヒー飲みたいなといった時にですね、ハロー兄さん、コマンドを音声入力するか選択してください。近くのスタバを探して、スターバックスコーヒー名古屋伏見オートマチックビル店ですか。あとはですね、あのエアコンも音声認識でつけることが、すごい、あちょっと触っていただくと分かると思うんですけども、ああなるほど、はい、これもこちらはですね、あのこちらのナビの電源ボタンになります。こちらがメインの車の電源で、はい、あとはですね、こちらのナビは 12.3 インチのナビ、大画面のナビを使っているんですけども、こちらのメーターのディスプレイと連動していますので、こちらの地図をこちらに送ることができます。これ2本指でスワイプ動作をするとさっとこちらに地図が動きます。映画のすごいすごい。であとですね、アレクサを使っているので車から家の電気をオンオフすることが可能です。ああそうそう、はい、家の電気を消して、おすげえね、はい、家の電気をつけて、お、あの、まあ、エアコンでももちろん可能ですし、アレクサ対応のものをつければですね、すごい、車から操作できるってやばいな、すごいですね。はい、いかがだったでしょうか。こんなんもらったよ。はい、何かな何かな、またお家帰って見てみましょう。はい、で今度はアリアの試乗、おちょっと車が来たら乗ってみたいと思うんで、うん、ちょっとテスラと比較したりちょっとやってみたいと思いますんで、お楽しみに。楽しみに。